イルカの一種の夢めゴンドウが台湾南部高尾市鬼神の砂浜に打ち上げられました行政院海岸巡防署の職員が急いで濡れた布をかぶせ海水をかけ続けます25日夜夢めゴンドウが6頭砂浜に打ち上げられているのを見つけた市民が急いで通報しました翌日早朝にも同じ砂浜に8頭が打ち上げられていました打ち上げられたのは合わせて14頭でそのうち3頭が死んでしまいました 1一頭は治療のため成功大学の研究センターに送られました、うん、成功大学の王憲平教授はプールに入れてから次第に体力を回復していますと話しますイルカは群れで生活する動物でリーダーが方向を誤れば群れの他の仲間も迷ってしまいます王教授は群れの中の1頭が死亡するか怪我をすれば他の仲間はその仲間に付き添いますと説明します 最後の一頭は健康を取り戻してから海に返します